プレイボール、どうもタブヤンです。今回の野球レトロゲームはファミスタ91センターフライ、2016年セリーグ広島東洋カープが見事優勝いたしました。おめでとうございます。ということで、それを記念して私広島東洋カープを選んでおります。しかもね、このファミスタ92三者凡退ですけどね、ピッチャー笹釜、そして相手は巨人。おお、危ない。25年前に広島が優勝した、あらホームラン打たれちゃったよ。広島が優勝した年度ですね。それが1991年。ファミスタはね、だいたい年末に、1年前の年末に発売されるので、ファミスタ92が発売されたのが1991年の12月。ということで、この優勝メンバーのね、ファミスタ92でやりたいと思います。いきなりホームラン打たれた。さあ、西田ですね。3割バッターってあんまり多くないんですよね、この年。貴重ですよ。さあ、ピッチャー桑田。惜しい。なんか雰囲気いいよ、この球場。たまたま球場ですね。あ、150キロ桑田。さあ、5番山崎、打率いいですよ。久しぶりの、うわ、なんか全部センターフライになっちゃうな。久しぶりのファミスタ。これ江藤さんかな、打率低。うわ、なんか全部ファールかセンターフライになってしまう。あ、初めて内野ゴロ。あー、惜しい。江藤さん足遅いさあ、ヒット打たれたのは1安打のみ。あ、ブラッドリー打ち取ったぞ。吉村さん、吉村。やばい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 、打たれたこの狭い球場に対して巨人はちょっとやばいかな。一番ホームラン打ってるのが巨人ですからね。やばいな。おー、まさかの下位打線にホームラン。初めて直球投げたんですけどね、ホームラン3発打たれてるよ。もらった。キャッチャーかな。いやー、打たれまくってる。桑田、これはゲッツー取りたいね。あー、ゲッツーは無理か。おらおら。おー、尾形さん。大型。え、これホームランないでしょ。風とかはないですもんね、ファミスタなんで。小林。このね、これ以上前に行けないんですよね、バッターボックス。なんかピッチャー有利な感じになってんのかな。バッターボックス前に行けない。この昔のファミスタで、あ、バッターボックスも思いっきり前に立ってね、打ってる時ありましたね。それでバッターあまりに有利すぎるってことになったのかな。お、エラー。オッケー、初ヒットピッチャーがヒット打ちました。翔太調子がいい。あー、なぜそこで取る。おー、足速さあ、前田、チャンスですよ、初チャンス。あー、ファール、危ない。一応今日の打席が、あー、キャッチされた。今日の成績出るようになってるんですね。アウトだけど。
よし。ほら、アウトだけね。なんかセカンドゴロとかそういうのはないんだな。あー、キャッチできない。外野抜かれた。やばい。原さん、原監督ですね。サードに投げる。オッケー。感覚は鈍ってないよ。ワールドスタジアム今やってますけどね、ファミスタやった時代の方が長いからね。掃除してますよ。え、もう5回早いなあ。4回か。4回で掃除するんだ。あ、野村さんホームラン打ってほしかった。クリーンナップね。あー、ヒットが出ないね。クリーンヒットが。惜しい。プーないか。差し込まれてるよね、完全に。あー、お、今見切ったよ。俺はドラ。もう口何言ってるかわからない。くっそー、桑田さん打ち切れんね。あ、これやばい。当たりが良すぎてシングルヒットってやつだね。いやー、岡崎か。あー、うまく打たれた。連打浴びました。ピッチャーは変えないよ。村田ヒットだって。ゲツゲツ。あー、サードの肩が、あ、疲れてきた。全力投球だ、こっから。逆に。オッケー、ピッチャー桑田をここでわざと落としてゲッツーにするというね。そんなずるいことはしないよ。ホームラン、アウト。先頭バッターにホームラン打たれたのか、私。恥ずかしいわ。フォーク、フォーク、フォーク、フォークで三振。あー、よし、打ち取ったぞ。おら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 。これエラーありでやってますからね。さあ、最初の序盤にちょっとね、やられちゃいましたね。やばいぞ、これ。広島もね、あの、優勝した、優勝を決めた巨人戦の次の日の、ね、巨人戦見ました？お酒に酔ってたんでしょうね。8対0で負けてましたからね。そんな雰囲気になってるぞ、これ。よくないぞ。プロとして、ねえ、あれはどうなんでしょうね。まあ、でも、それがプロ野球ですよね。ビールかけの次の日は8対0で負けるというね。あー、ダメだ。こっちも3対0で負けてる。あ、もう限界ですね。ピッチャー交代かな。あとはもうコースと緩急で OK、 追い込むんだでしょ。これで三振だ。あー、ダメか。でも打ち取った。よし、原さん相手にこんなボール。あー、やっちまった。これは絶対や。うわー、もはやもうなんか空に入ったね。 141m。 あっぱれですね。多分勝つって言われるですよね、私はね。じゃあ交代。川淵、北別府。大野さんが抑えなの？元先発じゃないの。川淵でいきましょうか。川口、左。投げろ。よし、4対0。1点取りたい。1点は取りたい。川口、あー、これはちょっとピッチャー交代だ。もったいな。でもね、ちょっと勝つためにはちょっとこれ攻撃的にいかないとね。大型さんって
レギュラーじゃないの？おさない。おお、切り札。ああもったいない。初期打ちダメだ。あーもうちょっと緩いボールだったら悩んだいけんのにな。やばい、ちょっとこれこう短く持って当てる。あーくっそー。ピッチャー交代、もう3人しかいないよ。北別府先発もできるでしょ、北別府さん。あーこれはダメだ。やばいな、この球場選択がまずかったかな。ホームラン構成されたもんね。あんな平凡な当たりであそこまで飛ぶか、やばいね。キャッチャーでさえもこれホームラン打てるもんね。ほらほら、え桑田さんかもですね。よし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 、これセリーグの特徴だね。ピッチャーのところで助かってる。あ、ラッキーセブン？来た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 ！ラッキーセブン！ダメだ、桑田さんに完全にやられてる。あー、クリーンナップが。山崎。あ、結構いい当たり飛んだね。あれぐらいの当たりを常に打ってればね、ヒットになると思うんだけど、もう遅い。あ、一番バッターからやばいじゃんこの回。ライトゴロ。いやー、これキャッチできる。よーし、フォースアウト。ゲッツーか、ダメか。原監督スローボールでいこう。おお何投げても打たれる。なんか飛んでる。北別府もうダメなの？先発じゃないのか、もう晩年の北別府さんか。これ体力があんまりないんだ。やーばい、1点取りたーい。広島に申し訳ない。これ8対0というのが現実味を帯びてきたね。これやばい。この優勝はしたんですけどね、戦力的には巨人の方が上なんだよね。盗塁バント。あー、バント失敗。ヒッティングでいこう。達川さんね、キャッチャー。おー、ダメか、ゲッツーか。おおほほ、北別府さん交代、代打こうにしよう。こうこう。桑田さんが初めてというか、やっと疲れた。8回で。きたー！代打こうのタイムリーいくか。足遅い。足が遅い。あ、これ、冒頭。あ、きたー！冒頭来ました！これあるんですよ。ファミスタには。ランニングホームラン！やったぞ！広島ファンお待たせしました。来たー！翔太のホームラン！来たね、これ。桑田さんが疲れたらもうこうです、これですよ。ピッチャー交代しないからだ。監督のミスですね、巨人の。あー、ここ打ち崩したかった。ツーアウトからでもね。さあ、ピッチャーもう2人しかいませんよ。長富さんかな。これキャッチしてくれ。あー無理か、新庄だったらな。アウト。うーん、新庄
新庄じゃない、尾形さんか。尾形さん、うわーお一三塁やばい。村田か。満塁策でいこうか。満塁策で桑田さんでゲッツーやねこれ。桑田さんでゲッツー。あ、4球投げるのがもったいない。デッドボールにしたいんだけど当たらない。来たー、桑田さんに代打篠塚。いぶし銀というか、もう絶対ヒット打つような感じじゃんこれ。満塁策、全力投球。とりあえずホームに投げとこう。一点も与えたくない。尾形さんやばいなこれ。これ絶対絶命のピンチ。あ、何してんの、ちょっと邪魔して。二人で邪魔してる。今の一点あげなくてよかったでしょ。ファーストとセカンドがなんかね、遊んでたよね。マジか、ホームに投げればよかったね。キャッチ、あー届かない。やっぱり8点取られた。優勝ボケですよこれ。9点取られた。これは私の実力不足。原監督やばい、これもうピッチャー交代だね。あと一人しかいない、大野。おー、あれをうまく打つの原監督、もう完璧な4番バッターですね。全盛期のブラッドリー、内角をえぐる。あー、ホームランかこれ。あー、長かった。4点取られた。いや、巨人あっぱれですね。水野、はい、水野ね。さあ来い、勝負だ。ああ、ちょっと見極め、ボールの見極めよ。落ちないのかい。音で判断したのに今度は落ちるのかい。結構落ちるねフォーク。どうだ、ホームランか。よーっしゃー、意地の一発。よかった、この一発ちょっと見せとかないと広島ファンに申し訳ない。お祝いゲームしてるのにね。球場狭いからいけるよホームラン。あー、エラー。サード強襲。よし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 、粘った。江藤さん、ホームラン。あー、もったいない。ラストか、ツーアウト。代打、小早川。小早川さんには代打は出せんね。あ、バットに当てるだけ。危なー。お、水野疲れてきたよ。チャンス。あー、今の打ててたらまだ試合チャンスあったよ。エラーしろ、くそー。ということで、2016年広島東洋カープ優勝記念、ファミスタ92でした。この監督誰だろうね。いやー、寂しい音楽ですね。嘘でしょ、たまたま球場観客1000人しかいないの。むちゃくちゃ少ないやん。プロ野球じゃないやん。ということで、クライマックスシリーズもね、広島頑張ってほしいですね。それでは次のレトロ野球ゲームでお会いしましょう。さよならー。